どうもマックス鈴木でございます。私は本日東京ですね、両国に来ております。で本日お邪魔させていただくお店さんがこちらですね、花の舞さんなんですけれども、江戸東京博物館前店さんというところなんですけれども、もう両国なんでね、国技館すぐだったりするところなんですけど、なんと本日はこちらですね、あの、大食い新世代しのけんさんがプロデュースされてるとろうま唐揚げカレーっていうメニューがあるんですよ。それの7キロのチャレンジをやりたいと思います。で、こちらは、予約メニューとなっておりまして、5日前までに予約してくださいということで、今日こちらで予約、してるんで今からやるんですけど、ちょっと一言だけいいですか。唐揚げもカレーもめちゃめちゃ美味しいですけど、特にあの唐揚げめっちゃうまいんですよ。で、なんとここ唐揚げが店頭で買えるってことは、ちょっと来てもらっていいですか。こんな感じで、まあ、ショーとかも撮られてるんですけども、この程度ですごい買いやすいところになってますので、もし両国に来た際はぜひ購入してみてください。というわけで本日は7キロチャレンジレッツゴー。いや、しのけんさんのカレーを食べれるということで幸せなんですけれども、できれば、最速狙っていきたいと思います。頑張ります。はい、ということで諸々の準備が整いましたので今から始めていきたいと思います。こちらが総重量7キロの、とろうま唐揚げカレーということで、打倒しのけん7キロということでやってみたいと思います。はい、ということで今回はなんとですね、こちらの店長さんが特別にお声掛けをくださるということなんで、すみません、よろしくお願いいたします。店長さん、すみません、大変恐縮なんですけれども、カウントダウンの合図を5秒前ぐらいからコールしていただいてもよろしいでしょうか。すみません、お願いいたします。先に言っとこう、いただきます。いつでもどうぞ。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。よろしくお願いします。うまい、プルプル、すんげえジューシー。これカレーつけた方がいい、多分。甘めでめっちゃ食べやすい。これ皆さんもぜひ食べてください。この店舗だけじゃなくていろんなところで食べれるし、なんなら通販もやってるらしいんで、リンク貼っとくんで、よかったら皆様、10月限定ですから急いでください。かなり甘めで食べやすい。うまい。唐揚げ全部やってる。カレーの大食いチャレンジって一番簡単なのはルーだと思うんですよ。これ僕はルーが一番きついんですよね。ルー、唐揚げ、米って言うんですよ。米が一番楽。唐揚げ何個あんねん、オンって感じですね。36個。
ウリア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 。お店のこれもらってもいいですか？すいません。ありがとうございます。あ、スプーンある。はい。うまい。うまい。おいしい。Thank you.
甘口が好きな人は特に好きだと思う。これめっ子供も食べれるぞ。これめっちゃ好きなやつだ。鈴木家は少なくとも全員好きです。しのけんさんやるなマジで。これマジうめえわ。唐突ですが今食べてる量を当てたいと思います。1.8。 うおう全然違う。
ごちそうさまでした。はい、ということでめちゃめちゃ美味しかったでございます。感想としては唐揚げが結構ちょっとカリカリなんですけど、くるってこう丸くなってるんで、こうなんかこう新しい食感というかプリプリがちょっと特別な感じがしたのと、肉汁がすぐ出てくる。で、中は本当にプリプリでじわじわなんで、唐揚げそもそも美味しいです。で、やっぱカレー、ほんのり食べ終わった後にスパイスパーって効くんですけど、甘口の中にとろみがあって、ちょっと魚介っぽいね、出汁も効いてるのかなっていう感じがしました。で、とても食べやすいでございます。なのでぜひ店舗さんで、もし、店舗さん行けないよって方は、通販もやってますのでね、概要欄からぜひ飛んで見てみてください。これはなんかこういう言い方あるんですけど、試す価値大ありだと思います。すごい、多分試して損はないと思うので、ぜひ試してみてください。という本日は、10月限定になりますけども、しのけんさんがやられているとろうま唐揚げ、とろうま唐揚げカレーと
奥の方にいるとある方がトロウマ唐揚げカレー7キロのチャレンジをお送りさせてきました。ありがとうございました。めっちゃ美味しかった。ごさんす。美味しかったぞ。バイバイ。しのけんさんありがとう。